ドナウデルタは、ルーマニアのドブロジャとウクライナのオデッサ州に位置し、面積3446平方キロメートルで、ヨーロッパ最大にして、人の手がほとんど入っていない、自然状態の三角州である。ドナウ川によって運び込まれる、多量の土砂は、デルタの幅を年に40メートルほど拡大し続け、その姿を大きく変え続けている。ドナウ川は、 トゥルチャ近くで国海に流れ込む前に三つの分流に分岐する。キリア川、スリナ川、そしてスフントギョルゲ川である。とはいえ、それとは別に多数の小さな流れがデルタを足の生い茂る地域や沼地や森林に分けており、それらのうちいくつかは春と秋の期間に冠水し、洪水状態になる。ドナウデルタの約 35km 沖にはズミイヌイ島、 面積0.17平方キロメートルがある。この島の貴族をめぐっては、ルーマニアが1997年の友好協力条約で、ウクライナによる領有を承認。さらに2009年2月の国際司法裁判所判決で、国際法上は岩として扱い、周辺の排他的経済水域や大陸法は、大陸国境を基準にしてと、ルーマニア有利に配分された。 2004年に、ウクライナは、黒海とドナウデルタのウクライナ領域を結ぶ、航行可能な運河を作るため、ビストロへ水路に対する工事を開始した。欧州連合は、運河がデルタの湿地帯を損なうため、工事の中止をウクライナに強く要請した。デルタの保護に関与している、ルーマニア側は、国際司法裁判所に、ウクライナを提訴すると声明している。 ドナウデルタ生物圏保護区の様子デルタの無数の湖や沼地は45種の淡水魚に加えて300種の鳥類さら2200を超える植物の足を用している。ドナウデルタはユネスコの世界遺産と生物圏保護区のリストに登録されている。デルタの中の2733平方キロメートルが特別保護地区である。ここは欧州、アジア、アフリカ、 地中海など世界中の異なる場所から何百万もの鳥が産卵に訪れる場所である。およそ2500年前、ヘロドトスはドナウ川は7つの支流に分岐していると述べている。ドナウデルタのリポバ人領主約15万人がデルタに居住しており、大部分は伝統的な木製のカヤックを使う魚楼で生計を立てている。デルタには1772年に 宗教的迫害を避けて、ロシアから移住してきた古典霊信奉者の子孫であるリポバ人のコミュニティが含まれる。ドナウデルタのウクライナ領域でのリポバ人のコミュニティの主要中心部はビルコボである。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。